はしないんですか？いい質問。私ものすごくお酒好きで、コロナ時期はね、休みの日朝から飲んでたの。で、夜もずっと飲んでたんだけど、最近ですね、オートファジーというのにハマっていて、16時間時間を空けると体の活性化とか老化を防止する、で、脳も冴えていくっていうのを私は今やっていて、今日はね、ライブ配信だから今めっちゃ食べてるんだけど、普段は日々の一番最後の食事は13時で、そこ以降全く何も食べずに朝5時に起きて朝ごはん食べるので、まあ、16時に空けてることになるんでね。で、それやり始めてから飲まなくなったね。だってね、昼でご飯終わるから、うん、夜そのまま何も食べずに寝るわけじゃん。だから飲まなくなっちゃったんですよ。カラオケ行きますか？行きますよ。今は行けなくてちょっと恋しいですね、カラオケが。時々すごい行きたくなります、ね。チャンネル運営人数とかどれくらいですか？これよく聞かれるんですよね。その台本他の人が書いてるんですかとか、編集他の人がやってるんですかとか、チャンネル運営人数はその時臨時によって変わるので、3から5人の間で行ったり来たりしてます。で、編集は、それぞれの自分たち持ち分があって、それは自分たちでやっています。現実的な話をすると、誰かに頼むとなるとお金が発生しますよね。で、そのお金がね、払えるならね、そりゃ。でも、まあ、現実問題、誰にも頼めないわけです。プラス、やっぱり編集楽しいので、楽しい、自分たちでやっています。でもさすがに、このライブ配信に関してはいろいろな作業が準備が必要なので、これはサポートの方に頼んで手伝ってもらってます。あとはコメントはそれをチェックしてくださる方が何人かいて、正直まあここだけの話ね、やっぱりこう悲しいコメントもね来たりするのですよ。でも最初私それチェックしたんですけど、それやると結構メンタル持ってかれるなって思って、もういつからかな、何ヶ月か前からそのサポートの方に全てお任せして、コメント自体は私たちで2人で返してるんですけど、悲しいコメントとかはちょっとチェックしていただいて、私たちがちょっと見ないようにさせていただいています。で、台本はこれねすごく証明するのが難しいんだけど、皆さんにお伝えしたいのは自分で書いてます、もちろん。で、バチもねもちろん自分で書いて、企画も自分でしてます。言えることは私は自分で書いてるし、ワンちゃんももちろん自分で書いてるし、それを本当にそうだと知ってる人が数人いれば、私はそれでいいかなと思ってます、はい。